ございます。総会塾の久保です。今日から9月が始まりましたね。皆さん、あの例のやつの返礼金請求今日もしてくださいね。私はまだしてないんで、これからしようかなと思います。まあ例のやつに関しましてはね、まあいろいろと前後するところがあるんで、まあ私もね、不安と混乱を抱えているところがあるんですけども、それはでも別に何をやっても当たり前のことなんでね。まあですので、適切なリスクヘッジと、あと精神力をですね、高めていければいいのかなと思います。そして一つのことに依存しないことでございます。一つのことに依存するんではなくて、いろんなものでですね、自分の活動っていうのを作っていくと、一つが仮にねダメでも、全然全体的に影響がない自分を作っていきますんで、これ頼みっていうのはすごく危険なんですよ。まあですんでね、私もそうですけども、私もその速稼塾ってものすごくお世話になってますけども、速稼塾がダメでもやっていけるようなね、そういうふうな活動として、一つはこの YouTube をやっています。 YouTube ってのは速稼塾の活動以外にも使ってまして、特にね、ここ数年はですね、YouTube の有名な方と、やっぱりね、私から見てですよ、私から見て有名な方と結構つながっていけてるんで、ありがたいなと思います。ただ私はここでやっぱりね、あの拙速にならずに、こんな人とつながりましたっていうふうなことはあんまり言わないようにしてるんですよ。その方の立場もありますし、もしかしたらその方がね、私みたいなのと関わることによって格を落とすかもしれないんで、私の場合は自分で、ああよかったなと思って、それを、まあ、自慢げにね話したりとかすることはないんですよ。多分その人と何かをすれば私のアクセスはもっと上がると思いますけども、そういうふうな欲でやってるわけではないんでね、誰かに依存してないってことなんですよ。これも誰かがいないとできないってことをなるべく作らないようにしてるってことですよね、まあそんな形でね、これからも柔軟に活動していきたいと思うんですけども、皆様の YouTube 活動をね、ここ1ヶ月2ヶ月ですごくねされる方が増えてきた。速稼塾の中でも、結構 SNS を使った YouTube を使った活動が盛んになってきましたけども、始めたばかりの方が横でつながるのってすごくいい経験になると思いますし、これね、数年経っても同窓生みたいな感じで、独特の強い絆って生まれると思うんですよ。ぜひ YouTube コミュニティね、速稼塾 YouTube クラブみたいなのがね、できるんではないかなと思いますんで、皆さんやっていただきたいかなと思います。今ね、 YouTube っていうのがいろんな秘密を暴露するのに活用されてます。動画っていうのは伝わりやすいのと、動画っていうのはね、拡散されやすいんですよ。そういう意味を持って私はこれからも動画をどんどん使っていただきたいかなと思います。さあ今日はですね、私は動画を使って皆さんにお伝えできることがあります。それは法人がいかに有利なことかってことですよね。今この税金のことが来ましたけども、税金もね、法人を作って経費を使って、その経費を使った後の経費で、売上利益を圧縮した後の課税っていうのが最大限効くのが法人なんですよ。まあ、ですので売上が上がってきたら絶対法人だなと思います。どのぐらい売上が上がったらっていうことだと言いますと、いろんな考え方ありますけど、私的にはですね、年間100万円以上の売上が取れるものをやってるんだったら、もうすぐ法人した方がいいかなと思います。特にね、これから税制面はどんどんきつくなってきます。法人に優しく、令和新選組とかが政権取らない限りは法人を持った人の勝利です。で、法人で売上がそこそこ上がってきたら、法人を分けて2つ法人を運営したり3つ法人したりとかして、売上がそんなに上がらないようなね、できれば1000万円以下の法人をたくさん作るみたいな形の方が私はいいかなと思ってるんですよ。私自身もそうやってますしね。ただあまりにも売上が上がりすぎると、法人を分割するのが間に合わなくって、今回みたいな高額納税者になってしまうわけなんですけどね。これはこれでどのぐらいの税金が払われているのかって、私の例を今度ね、限定動画で公開しようと思いますけども、本当にね、たまげますよ。月収100万とか本当に基本の基本だと思います。一人で何かをやるんだったら、月収100万なんて本当に憧れてた時期っていうのは、私もね、数年前ありましたけども、6年ぐらい前かな、7年ぐらい前かな。今月収100万どうやっても終わらないですよ。全然収入だけ見ると本当にね、経費を毎月100万近く使ってるんですよね。旅費だけでもそのぐらいかかりますからね。私全国行ってましたんで、だから1日に3万とか4万とかを使い続けても、あらりがね、むちゃくちゃ残るんですよ。だからこれはね、自慢してるわけじゃなくて、そういう世界に行けるんですよってことなんですよ。法人を作ることによってヘッジしながら、それから経費をいっぱい作りながら、高い利益を作れるようなね、そういうふうなビジネスっていうのがありますんで、私の場合は利益とか配当とか利回りとかそういうものを中心に使ってますんで、特に仕入れがあるわけじゃなくて、活動があるわけじゃないってところがね、またミソなんですけども、そういったものをね、これからもこういった実績をもとにね、それから軽減税率のご案内がこうやって、私の場合は運営している法人3社に対して来てます。同じ内容のものです。これも法人やってない方に、ちょっとお知らせできればなと思いますんでね、
お知らせしていきますね。これね、こういう風なね、お知らせ、すべての事業者に関係があります。で、お知らせで、こういったね、まあ冊子が届いてます。爽やかなイラストで描かれてますけども、あの、なんていうんですかね、ほんとね、ゾッとしますよ、こんなの。笑顔でね、イラストで描かれてるじゃないですか。でも、やらせる内容っていうのはもうね、本当にね、事業者を奴隷化してますよ、こういうの。怖い。すごい恐ろしいです。私はこれね、皆さんに説明するために見ますけど、私個人では見ないですね。なぜなら、軽減税率、私の会社は全く関係ないんですよ。あの、液税の免税事業者のままで全然 OK です。私の会社を仕入れ先に使うところがないからです。まあそういったこともね、作れていきますんで、必ず勝つ方法っていうの見つかりますんでね、これからも一緒に考えていければなと思います。今ある制度を十分活用すること、そしてその制度がなくなって別の政権とかね、別の方向性になったらそれにまた合わせていくこと、この柔軟性が大事だなと思いますよね。今ね、まあ政治界ではすごく面白い風が起きてます。その一つが令和新選組みたいな、消費税をどうゼロにするかとかね、弱者に対してどういうふうに向き合っていくかみたいなね。それから NHK をぶち壊すみたいなのもありますよね。あれはね、放送利権に対して挑戦してるんで、単純に NHK 一社に対しての問題提起ではないんですよ。利権体制を覆して、我々が一人一人が自由に発信できる、自由に生きていける世の中ってものの最初の入り口なんですよね。私はまあ速稼塾っていうものがね、一番の政権だと思いますけど皆さんいかがお考えでしょうか。では本日は以上でございます。返礼金ね、やっていきましょうね。